み箱や歩道に咲いている花のおかげで日本一綺麗な街になっているのです。ありゃ、金髪の怪人さんがいる。あ、おじいちゃん、アリーさんは海星山の音楽フェスに行きたいんだって。じゃあそこまでわしが一緒に案内するべ。海星山までの海星山公園までの道には朝霞疏水が流れています。この川はな、朝霞疏水といって約140年前に作られた日本遺産なんです。春の塩之助も日本遺産検定を受けていて PR できるんです。おお、ビューティフルでワンダフルです。すごいでしょ。4人は海星山公園に着きました。すごい人が集まってるぞ。ここまで連れてきてくれてどうもありがとう。親切な人々に美味しい食べ物ときれいな街並み、それに元気、歴史と音楽にあふれている。ゴーリアはなんて素晴らしい街なんでしょう。きっと世界中の人がゴーリアを見たいと思うわ。私、この街を全世界に発信したい。じゃあね。続いて登場するのは世界の歌姫アリーナ・グランデさんです。あ、ステージにアリスなんだ。以上でイエローグループの発表を